綺麗に絶叫しようと思ったけど、このドンケツがツボすぎて絶叫できない。そんでマリオ、ちょっとこっち見んなって。さっきオープニング作ってる時そんな見なかったじゃねえか。その顔やめんか。恥ずかしいと思え。12万人ものチャンネル登録者数がいるオープニングじゃないのよ。中高生の方がこんな変なオープニングいらないって言ってるのに、いい大人がもっと。今この動画を見てる大人、恥ずかしいと思っちゃった方がいいよ。はい、それじゃあ本編入っていきましょう。どうもハジキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、デジャブトロールということで、このコース名から察するに同じ画面がいくつも出てきて、その度に罠が変わるっていうコースなんじゃないかな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.03% で、前々回の動画やったっけな、この方ね、とんでもないバグを使用してたのよ。だから今回もバグがあるかもしんない。上等じゃねえか。どんなバグでも僕は喜んで受け入れるよ、キノコ様。あのキノコ様、速攻取らなきゃいけないとかそういうことなんじゃない。一旦オフしてこのドアに入っていってみようか。開幕を終わる。キノコがなかったからどうせ行けなかったと思う。だからこのキノコ取っていこうか。何もんだ。何もしないで行こう。何もしなかったらこの扉に入れなー。スビの寿司ってある意味わからんくない。すいません、スシローさん、ナスビが嫌いっていうわけじゃないんですよ。ナスビを食べきらないだけなんですよ。もしかしたら好きな方いるかもしれないから、今の言葉聞き流しといてください。スシロさんも頑張ってんのよ。 TikTok とか Twitter でよく炎上してるけどさ、俺も燃えるぜ。今のバブルタイミング良すぎだろ。じゃあここは右ダッシュしてバネの方に行ってみようか。そしてすぐバネに乗る。どれかな。今さ、つららの上にバネが乗ってなかった。ああ、このバネを持っていけってことで、そして嵐掛けの枠は何だった。一旦行ってみようか。何は来ないのか。でも右爆発すると分かってんだよ。試合時敗者に行ってこい、そのスピードで。そしてここはバネの上にパウブロック。いや、乗ってなかったよそんなの。実は下が正解みたいな、そういうことだろう。頼む、何コインか知らないけど50コイン。バネの上にパウが乗ってるみたいな感じだったけど、やっぱ乗ってないよな。この上に隠しブロックがあるみたいな感じかな。バカか俺は。何年やってんだマリオ、ちゃんとせ。でも今ので分かったわ。ここで2回目のつららを待っておいたらパウが落ちてくるっていうことでしょう。そしてこのパウを持っていけってことか。さあ、石屋人、最新札の時間だよ、行っておいで。そしてこのね、パウを投げた瞬間、絶対土管に入った方がいいと思う。何かまずいものが出てくる予感しかしないね。さあ、これでどうだ。オーケーオーケー。そしてここはキノコが出てくるのかな。いや、絶対そうだと思う。何が出てくる。キノコ、どうした。合ってんじゃない。動かなかったらいいこともあるもんじゃない。さあ行こうぜマリー。毒ぬない。ぬるい、ぬるすぎるぜ。このくらいの罠だったら僕はちっとも満足しないね。バグはまだかい。もうちょっと僕は痛みつけてくれてもいいんだよ。さあ、ここのフラワー取っていけっていう感じなんだね。はだ。もう分かったぞ。何度も同じ手に引っかかると思うだ。見とけ、ここだ。みんなちょっと聞いてほしい。いい意味でギャップがある人って結構惹かれない。だから僕もね、そのギャップっていうのを動画で出していきたいんだけど、なんかあるかなみたいな。僕ってさ、基本的に動画で叫んでばっかりじゃん。だからその反対がなんかなと思って結構考えたんだよね。で、たどり着いたのがツンデレ。全然関係ないけど。だから今日から僕ツンデレキャラでいきたいと思います。さあ、中間ポイント取ったけど僕は全然嬉しくないんだからね。みんなのことも好きじゃないんだからね。別にあの矢印も怪しいとか思ってないんだからね。このフラワーも取れて嬉しいとか思ってないんだからね。下の土管が怪しいと思ってないんだからね。上の方が怪しいと思ってないんだからね。なんかバネがあるけど何もできないよ。マリー、早く落ちてきて、その穴に。悔しいとか別に思ってないんだからね。完璧すぎ。ツンデレ無理ばい。ツンしか出ない。デレデレでいこう。どういう髪型してんだ。デレデレでいこう。いつも叫びまくってるから、多分デレた方がみんなに効果的だなと思います。さっきと違うじゃんか。でもそういうブラパも好き。ここの土管に入れたのも大好き。そして次は石英二君、大好きなんだけどこっち向いてないね。石英二君、私だけを見て。石英二君、どこ行くの。
なんだかだー。テレも無理ばい、ヤンデレで行こう。いつまで続けるんだろうなこのネタ。石橋君待って、どうせ私のことを見捨てるんでしょ。昨日 LINE10 個ぐらい送ったけど全部既読で返事くれなかったじゃんか。もうスネオ君に乗り換えるんだから。いいもんね、スネオ君。スネオ君も私のことを見捨てるの。待って、スネオ君、水槽邪魔すんだ。もうちゃんとやっていこう、誰も求めてないからこんなの。じゃあ次はスネオに押されてシーソーの下に行く。そして次に待ち受けるのは何なんだい。スネコか、スネコ、俺の言うことさえ聞いていればいいんだ。何もするな、お前は。ここにバーがあることは分かってんだ。お前が俺の弾を狙ってることをだ。急に砲台はずるいって反応できるわけねえじゃんか。じゃあこの亀のコーラ持ってっていいの。オンオフのレールも変わるんだろ。分かってる分かってる。音をよく聞け、集中モード。ここだうますぎる。で、僕思ってることがあるんだよな。この土管も入れない。そうだろう。だから亀の甲羅投げてこの辺に土管があるんじゃないのか。あのね、俺を騙そうなんてそう簡単にはいかねえぞ。そしてここは砲台、信じていいのかい。僕は君を信用するぞ、頼むぜ。砲台スカン。みんなカットしてると思うけど、あの赤い土管の方入れなかったね。じゃあここは下に降りてっていいっていうことなんじゃない。違うよ。砲台に乗って左で逃げてみようか。そしたら先に進めるみたいな。やっぱそういうことだね。よしこ待ってろ、すぐ助けるからな。頼むよしこ。やったな、よしこ。こういうことだよ。今引っかかったと思ったけど。よしこ。下の音符がすごく気になる。何なんだろうこれは。絶対隠しブロックが出て粒パターンだと思うんだよな。バブルが出てくるみたいな。そうだろ。まあ似たようなもんだったね。この上もすげえ気になるんだよな。でもさっきと同じで針があるだけでやられると思う。よしこどけってなかなか下ろさせてくんねえな。でここはよしこを持ってこない。なな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 、全然大丈夫さ。なんか今ね、下にバネみたいなのがあって勝手にあっちに連れて行かれたんだけど、トゲがないって大丈夫。大の大冒険。このガリガリ抜けるとき左を進化しとけばいいのかな。あ、オッケーオッケー、これで抜けれるのか。そんでこのトゲ像をかぶっていくんだけど、鍵も一応手に入ってんのね。そしてここ大だろ。なんか襲ってきてるの。何もしないでいい。ナイスバネ。もう来れないだろこっちに。裏切ったらバネ。もうバネないか信用しない。もうバネは信用しないでこの先進んでいきたいと思うんで、戻ってくるけどどうすればいいのかな。またバネ。バネやっぱり好きかもしんね。そしてここで鉄球が壊れるっていうことね。そろそろチェックポイントにあってもいいんじゃない。オッケー、これは素直に取らせてくれんのかな。よしよしよし、中間ポイントに取れました。まあ、ここはあとはゴールだけと思ったけど、え、何これ、なんかゴールの雰囲気出てないと思ったらスタート。え、これオンオフしろってこと。いや無理だよな。じゃあ一旦この扉入ってってみようか。でこっから罠が変わるみたいな。何もしないでいい。なるほどね、デジャブの意味が分かったわ。だいたいコース目にデジャブってついてたら、まあスタートから戻して。この人何、え、次は行っていいのかな。これ普通に踏める。オッケー。でこの石じゃ変わらないと思うんだよな。そしてここにパウがあるから。危ねえ、あのバブルさっき出てきたっけ。じゃあこの土管に入っていこう。で途中でどっかね行き道が変わってくると思うんだよな。ここも違うのかい、さっきと同じなのかい。僕はこの場所で待ってみるよ。キノコ様。じゃあさ、さっきと反対のことをしていけばいいんじゃない。まあそういう単純な話じゃねえと思うんだけど。でもね、最近僕もコース作りしてるからちょっとは分かってるつもりなんだよな。変えようのないところは変えようがないって。じゃあ次は、今度はあ、これを投げるんじゃない。そしたら何が出てくる。いや鉄球か、なるほど、これで右に行けるっていうことで、ね、さあ行きましょう鉄球。さっきと同じやねんかよ。この方のコースね、前はバグめっちゃあったんだけど今日ないかもしんないわ。結構古いんだよなこのコースって。そしてここはいつ壊れるの、いつ壊れるんだ。あ、え、これマジで行き方がわかんねえな。あ、一旦下に行ってここでスピンジャンプしていけっていうことか。 OKOKOK、OK OK OK OK、ちょっと待って、上のちくわブロック乗ってしまったね。そして THX、 ゴールがあるんじゃないの、頼む。なんだこれは、素直にゴールさせてくれんのか。隠しブロックはあるのは分かってんだ、ありすぎなんだよ。でもね、下にね、リフトがあるっていうことだと思う。そうだろ。やったー。あ、あ、いけ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 、もう最後言葉でもなんでもねえじゃねえか。いけ、いけ、いけ。
ゃまあ今日はですね、正統派騙しコースっていう感じでしたね。すごく楽しいコースありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発バリオ下り階段ということで、説明文に練習にどうぞ、最後はしゃがんでもいきます、10秒目指して頑張ろうって書いてるんだけど、この説明文でちょっと気になることがあって、最後はしゃがんでもいけますって書いてるから、途中はしゃがんだらいけないんだろうね、きっと多分そういうことだと思うんだよね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.69% で、僕思うんですよ、一発マリオは壊れないでもいいんじゃないかなって。持たない、2つのコースを壊れてたら僕持たないよ、どうかなっちゃう。オートスクロールなのね、聞いてないぞ。きたね、あんただじゃあここはタイミングよくジャンプして、はいはいはい、今みたいな感じで行けっていうことで、こんなの僕の得意分野じゃねえか、見てて。何を、走ってったら多分ダメだと思うんだよな。あー、やっぱ無理か、最初はいいんだけど次からがね、あの間に入れそうないね。じゃああとはリズムを掴んでいくだけだ。ワンツーワンちゃん、買いたくない、リズムの乗り方がダメなんだ。はっはっはっ、今絶対行ったと思った、くっそ、また同じことしてもダメか、同じネタを使うなとそう言いたいんだね。でもね、このコースあんまり喋ることがないよ、むずすぎる、どうすればいいんだ、この間をくぐって行くだけなのにむずすぎる。あ、わかったわかった、リズムに乗って喋ればいいんだ。ということで、リズムに乗ってしゃべるよ、ピヨキン、うわー、甘く見るな、こんなことで僕はくじけない、次はゴールだー、やったいや、こういう一発マリオは初めてしたね、とても新鮮で楽しかったです。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピヨキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。